伊藤史郎は日本の元レーシングライダー。16歳の若さで浅間火山レースに出場し、デビューインを果たし、世界 GP でも活躍を見せ、天才ライダーと評された。なおなの史郎は、文夫と読むのが正しいが、親しい関係者は史郎と呼ぶ場合が多い。東京都大田区大森出身。父は音楽家の伊藤昇。史郎という名は、父の死である。 山田耕作が名付けたという。1955年11月に開催された第1回、全日本オートバイ耐久ロードレースレースの 250cc クラスにライラック SY で出場。伊藤は当時16歳で、これがデビュー戦だったが、実績ある選手を抑えて優勝を果たした。1956年にヤマハワークスチームに加入するが、 全日本耐久ロードレースの延期を受け、一時はヤマハを離れ、浜松でオートレースの選手として活動した。1957年の第2回全日本オートバイ、耐久ロードレースの 250cc クラスにヤマハワークスライダーとして出場し、リタイア。1958年5月、アメリカはカリフォルニア州のカタリナ島で開催された、 カタリナ GP にヤマハワークスライダーとして初出場。ヤマハも伊藤も初の海外レースだったが、6位に入賞する。同年8月の第1回全日本クラブマンレースの国際オープンクラスにバルコム貿易の BMW で出場し、6位。1959年の第3回全日本オートバイ耐久ロードレースでは、バルコム貿易の BMW に乗って500。 CC クラスで優勝。1960年、ロードレース世界選手権に初出場。マシンは、BMW RS500。世界 GP500CC クラスへの出場は、日本人初。バルコム貿易のヘルマン・リンナーが、伊藤の実力を評価し、BMW 本社に交渉して、前年度のワークスマシン RS に乗るチャンスを、与えたという経緯がある。 BMW のワークス活動は前年までで終了していたため、伊藤は個人出場という扱いになっている。1961年にヤマハが世界 GP に初参戦。伊藤はワークスライダーとして世界 GP を転戦し、125cc と 250cc の両クラスに出場した。 1962年はヤマハが世界 GP に出場しなかったため、伊藤も世界 GP には参戦していない。1963年にヤマハが世界 GP 出場を再開したのに合わせ、再び各地を転戦。伊藤はキャリアのピークを迎え、ベルギー GP で優勝した。また、その他に2位、入賞3回という成績を残し、 わずか4000限定の出場にもかかわらず、見事 250cc クラス世界ランキング3位に輝いた。1964年の年頭に行われたマレーシア GP でトップを走行中に点灯し頭部を強打。それ以降、成績は低迷する。この前後にプリンス自動車と契約し、4輪レース出場を計画していたが、4輪の実戦には出場しなかった。 歌手として数枚のレコードも発表している。1965年に、銃刀法違反の容疑で逮捕された。また薬物依存の傾向があるなど、私生活や素行に問題があったと指摘されている。逮捕により、日本放送協会が制作していた、ドキュメンタリー番組、ある人生2 4 0トルの孤独は、放送されることなくお蔵入りとなった。銃刀法違反で逮捕。 釈放後、アメリカに渡ったと言われる。伊藤は、ヤマハを離れタクシーの運転手をした後、妻と共に1966年にフィリピンとハワイを経て、ロサンゼルスに渡った。アメリカへは、不法入国し、そのまま不法滞在し、市民権を取るために、本来の妻とは別の白人と入籍していたと、告白している。諸説あるが、その後は一度も日本に帰国せず、 死去するまでアメリカで暮らしたと言われる。銃刀法違反で執行猶予中にアメリカに不法入国したため市民権が取れず日本への帰国もできなかったらしい。一時はフロリダ州オーランドに住みダウンタウンの一角で一番という名の中規模の日本レストランを経営しホテルチェーンで有名なホリデーインのフロリダ南部地区の副社長という肩書きを持っていたという。 アメリカでも一時は二輪レースへの復帰を希望していた。川つなぎメイカークシタニの元会長は、鈴木の伊藤光雄さんがアメリカに行った際、伊藤志郎さんから川つなぎが欲しいと頼まれたというので、川つなぎを作って手渡したというエピソードを語っている。1991年、アメリカで死去。ドイツの BMW 本社から日本に派遣されていたヘルマン・リンナーは、 多くのライダーを見てきたが、伊藤ほど最初から上手に BMW を乗りこなす、感覚の鋭いライダーは初めてだと述べていたという。1960年の世界 GP500cc クラス参戦で、対応されたのは、前年まで、元世界チャンピオンのジェフ・デュークが乗っていたマシンだったが、伊藤は、初めて乗ったマシンを名手デューク以上に巧みに操ったという。 当時の日本には舗装のレース専用コースが存在せず、舗装路でのレースは伊藤にとって生まれて初めてだったが、初戦フランス GP で予選3位、決勝6位という好成績を挙げている。浅間火山レースなどで伊藤と争ったライバルの高橋、国光は自分のことを天才だとは思わないが、伊藤志郎君は天才でしょうと語っている。石原慎太郎の小説、飛べ。 狼の主人公は、伊藤がモデルであると言われる。伊藤と石原には、信仰があったと言われる。石原の弟の石原裕二郎も、伊藤と信仰があったらしい。大矢部春彦の小説、汚れた英雄の主人公、北野明雄は、伊藤がモデルという説がある。また、大矢部の短編、死のグランプリは、伊藤の経歴をそのままなぞった。 井村哲郎なるレーサーが1967年に本グランプリで活躍するという作品であった。1965年に銃刀法違反で逮捕されたのと同時期、多くの芸能人や文化人やスポーツ選手も同様の権威をかけられ社会問題化した。権威をかけられた中には石原雄二郎や大矢部春彦、大相撲の横綱、大砲なども含まれていた。 1985年に刊行された伊藤史郎の幻の中に日本で最も有名で優秀なマシンチューナーに45歳の元ライダーが現在のレース用バイクに乗れるかと聞いたが高橋国光でも無理だと返答されたそのライダーが伊藤史郎だと伝えたところ彼ならできるかもしれない彼は化け物だ伊藤史郎だけは別だ 一度乗るならうちのマシンを貸してもいいと言われたというエピソードが登場する。日本で最も有名で優秀なチューナーとは、吉村ジャパン創業者の吉村秀夫だと言われる。イタリック隊は、ファステストラップ、浅間から鈴鹿まで、堺井文都著、八重洲出版、1990年、制作者研究、テレビドキュメンタリーを作った人々、放送研究と調査、 2019年7月5日閲覧。伊藤史郎の幻、小林深夜著、CBS ソニー出版、1985年。伊藤史郎の幻、小林深夜著、CBS ソニー出版、1985年。浅間から鈴鹿まで、堺井文人著、八重洲出版、1990年。伊藤史郎の幻、小林深夜著、CBS ソニー出版。 1985年、別冊モーターサイクリスト2001年7月号、八重洲出版、浅間から鈴鹿まで、堺井文都著、八重洲出版、1990年、ノスタルジックヒーロー2010年2月号、芸文社。ありがとうございます。